よく晴れた天気になりました。千葉ロッテマリーンズ対広島東洋カープのゲームです。初球は変化球から入りました。アウトコース外れます。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入った。最初は変化球できました。ボールになります。スライダーできました。これが3球目。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。低めの変化球です。さあ仕留められるか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。外の球打った。サードの左押さえた。そのまま三塁に入ってアウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。切れていきます。ファウル。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。勝敗つかずということになってしまう。福岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんの。これが1球目。初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまい、これが初球。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。一塁送球アウト。ワンアウトです。打ち上げた。ここは打ち上げています。ストレートに詰まって、さあ初球は何か。打った。レフトバックする、バックする。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。試合を制したのはソフトバンク。
京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。打った、伸びていく、どうだ、入った。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけないといけませんね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。切れていきます。ファウル。ファウルです。さてこのバティスタ、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、ホームランバッター。3球目打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、バッターランナーは2塁到達。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。高く上がった、レフトオーバー。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで4打席連続。4番レフトフィルダーサビエル・バティスタ。緩いボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。インコース決まった。ノーボール2ストライク。インサイド落ちました。福田が抑えて3アウトチェンジです。残念ながらオリックスバファローズ。